らしい先生ですね。お疲れ様です。本日も異常なしであります。私はここ大修道院を出入りする人をのんびり眺める役じゃなかった、厳しく見張る役を仰せつかっております。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。洗濯後にやっぱりこっちにすればって思ったことありませんか？でも洗濯はやり直せないんですよね。もう人生からやり直すしかないですね。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。大修道院には慣れましたか？あちこち見て回ってくださいね。あ、食堂裏の貯水池には魚がいるんですが、釣ってもいいって話です。試されては。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。カトリーヌ様とはお話しされましたか？精鋭揃いの騎士団の中でも特にお強いとか。しかもあの武器すごいらしいですよ。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。今節は女神最短の儀ですね。儀式当日は大修道院が一般開放されるんですよ。自分も案内役を務めることになっています。若い女の子がたくさん来るといいな。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。あ、前節は異常ありでしたね。先生のご活躍で事なきを得たとか、賊の侵入に気づかないとは、不甲斐ない門番で申し訳ありません。先生お疲れ様です。本日は異常ありありであります。そういえばとある方が毎晩のように街に出ては朝帰りを繰り返しているんです。まあフレン殿の失踪とは関係ない気もしますが。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。昨年いなくなったモニカ殿、領地に帰ってしまったのかと思っていたら、まさかさらわれていたなんて驚きです。恐ろしい思いをしたでしょう。随分性格も変わってしまったようで、明るくなった気がするのが救いですよ。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。ただ職番のトマシュさんが大修道院を出てから戻られていませんね。以前もしばらくいなくなったことがあるみたいですから大丈夫だと思いますが、一体何をしていらっしゃるんでしょうね。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。そうだ、知っていますか？女神の塔にまつわる伝説を。舞踏会も行われる聖神の節の最後の夜に、男女二人で女神の塔に行って願い事をすると必ず叶うそうなんです。自分には行く相手がいませんが。先生お疲れ様です。本日は異常なしであります。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。しかし先生には異常ありですね。一瞬不審者かと思いましたよ。勘のいい自分はすぐに分かりましたけどね。ははん、これは先生が新たな力を手に入れたのだと。先生お疲れ様です。本日は異常ありであります。ガルグマクが信仰を受けるのは995年の歴史で初めてのことらしいです。自分の役目はこの門を守ること。敵が退去してこようと絶対に入れません。互いに生き残れるといいですね。健闘と戦勝を祈念しましょう。